構成図、マクストフカセグレン式望遠鏡は、反射式と屈折式の両方を組み合わせたカセグレン式望遠鏡の位置形式である。数値制御研磨機や検査法が発達したもののシュミット式望遠鏡の補正板製作は、球面研磨より厄介であり、球面だけでシュミット補正板と同じ効果を得る方法が世界各国で研究された。1943年に、 ソビエト連邦の DD マクストフは、凹面を大仏側に向けた、メニスカスレンズが球面鏡と逆の球面周査とコマ周差を持っていることに着目し、マクストフカメラを製作。これを望遠鏡として使用するためにメニスカスレンズ後面、中央部をメッキして反射鏡とし、主鏡中央に穴を開けて、焦点を後部に出し、鏡頭後部で観察できるようにしたのが、 マクストフカセグレン式望遠鏡である。鏡頭前端が閉じており、頭内気流が少なく、副鏡の指示棒がないので解説も少なく予想を得やすい。残存触収差もわずかである。カール・ツァイスは、有効径 150mm 焦点距離2 2 5 0ル m, m f 1 5の150、2250を製造していた。これは副鏡を、 メニスカスレンズの裏側そのものではなく独立させたもので極立半径も変えてあるようだという。カールザイスはその後有効計 180mm 焦点距離 1800mMF10 の180-1800を製造。西側ではゼロデュアに相当するシュタールというセラミックガラスを主教材に採用していた。共闘系は ファイ2 3 6ト、mm、ル、共闘長は5 4 5ト、mm、ル、重量約1 4ラム。カセグレン式望遠鏡は一般に、共闘の重心が後方にあり、対象の高度による接岸部の高さ変化が少ないが、この望遠鏡ではこの利点が特に強調されていた。造面湾曲は、シュミットカセグレン式望遠鏡との比較で非常に少ないという、ありがとうございます。